はい。では、始めていきましょう。ジョン万次郎だと思いますさんからリクエストです。ハリキュー理論の感染症対策について教えてください。手指消毒、手術部の消毒、寝具の消毒について教えてください。とのことです。はい。ということで、今日はですね、感染症対策としてですね、プリント1枚分にまとめてます。上半分は前提と、 手消消消毒毒毒ににつついいてててでですすねで下半分で施術部の消毒と寝具のとと具それぞれぞまとめてまめ赤色になっているところは、まあ、最低国家試験ここぐらいはね覚えておきましょうっていうのを塗ってますのでそこ中心に見てください。はいということでまず前提からいきましょう。まず前提として殺菌レベルということで3つにまとめてます。洗浄、消毒、滅菌です。知ってるよっていう人がね当然だとは思うんですけど改めて確認でね見ておきましょう。 洗浄というのは、目的は微生物とか菌の量を減らすことです。じゃあ、いつ行うのっていうのは、消毒の前に行っておきますよ。なので、消毒するものっていうのは、その前に洗浄とかを行っています。例えば、手を洗っておく。これのも洗浄ですよね。あとは、白衣を洗っておく。これも洗浄ですよね。 じゃあ、そのレベルを超えて、次2番目です。が、消毒です。さっきは量を減らすだけだったんですけども、今度はですね、減らすわけではなくて、やっつけます。やっつけるんですけども、特定のやつだけやっつけます。なので、やっつけられないやつもいますよ。ってやつですね。じゃあ、消毒っていつ行うのこれは、皮膚粘膜に触れる前に行いますよ。ってやつですね。 はい、で3番目です3番目は滅菌。滅菌はすべてやっつけます。すべてやっつけるのはいつ行うのっていうのは皮膚粘膜に触れるのもそうなんですけども体内に入るものこれはですねすべて滅菌行いますよ。なので、えー、医療器具とかは全部滅菌してる感じですよね。はい体とか滅菌できませんので、えー、人体もやっつけちゃいますのでなので滅菌っていうのは無機物に対して行うものです。 では、一つ目ですね。手指消毒。手術者の手指消毒ですが、まずは一番目。洗浄洗い流します。何を使ってっていうのは、逆性石鹸を用いますよ。ですね。 で、方法なんですけども、洗浄法というふうに言いますよ。石鹸を使って流水によって手洗いするのをこれ洗浄法って言うんですけども、別の言い方するとスクラブ法っていうふうに言いますよ。右側にね、図が書いてあってニュルって出てますけども、液体石鹸を使って洗うのとかはこれスクラブ法というふうに言います。で、2番目です。消毒。 手を洗ってから次は消毒を行います。何使うのっていうのは、70%から80%の消毒用のエタノールを用います。国家試験でですね、90%のエタノールを使いますよっていうので、誤ってますねっていうのとかで出たことありますので、70%から80%っていうのは知っておいてください。で、方法は、 ラビング法法スワブ法ですすねいうのがありますよ右側にね書いてありますけども絵がですねシュッて言って、えー、吹きつけてスリスリ手にこすり合わせるものさしきこれラビング法ですスワブ法っていうのは正式法っていうふうに言いますけども清く拭くですよね何で拭くのっていうのはアルコールを綿花に染み込ませてそれで拭きますよっていうのがスワブ法になります はいなのでまずここで押さえておいてほしいのはスワブ法スクラブ法ラビング法みたいなカタカナと漢字がそれぞれあるんですけどもどれが何どれが消毒どれが洗浄みたいな感じがちゃんと分かりますかっていうのもね一つのポイントになりますのでごっちゃにならないようにしてくださいでは続いて施術部の消毒と寝具の消毒に行きましょう はい。では、2番目ですね。施術部の消毒。患者の皮膚消毒なんですけども、これはですね、えー、丸一番の洗浄はなくて、丸2番のですね、消毒を行いますよ。丸1番の洗浄ね、患者さんにですね、石鹸こう擦りつけて洗ったりしないですよね。なので、これは丸2番、消毒だけです。消毒なので、さっきと同じです。70%から80%の消毒用のエタノールを用いますよ。で、他試験はですね、やり方が出たことはあります。スワブ法で、スワブ法は、 先ほど言った面下に アルコールを染み込ませてそれで拭くっていうやつなんですけどもスワブ法を用いてどう拭くのっていうので一方向性に延伸性渦巻き状に消毒するものですよっていうのはね覚えておくようにしてください、えー、学校でねそれぞれあるとは思いますけどももうね、えー、手指消毒自分のね手指消毒はもうラビング法手でねアルコール吹きつけて擦り合わせるのだけでしているところもあればスワブ法を使って面下に染み込ませたもので全部手を拭くっていうところもあると思いますしいろんなやり方ある とは思うんですけども、まずは名前ね。知るようにしておいてください。で、3番目3番目、寝具の消毒機器の消毒法及び保管に関してはこれは滅菌です。 はい。で、国家試験出たことあるのはですね、えー、EOG で出たことあります。エチレンオキサイドガッツを用いるのは、これはディスポーザブル芯ですね。使い捨ての針ですね。これ何も合芯だけではなくて、まあ、鉛筆芯とかもそうなんですけども、全部これでやってますよってやつですね。あとは、一般的な針、使い捨てではなくて、えー、使用ずーっと何回もするものに関しては、 高圧蒸気、滅菌器ですね。これは分かりやすいですよね。滅菌っていう言葉が書いてます。なので、出るとしたら、オートクレーブの方で出るっていうのですよね。で、オートクレーブに関しては、これ衛生学とかで、じゃあ、何度、何分とかっていうのも覚えといた方がいいですね。121度で20分とかですね。大概、これ、あのー、まあ、語呂合わせじゃないですけど、オートクレーブに関しては、何度、何分っていうのに関しては、足して大体140ぐらいっていうのを覚えておいてもらったらいいかなと思います。例えば先ほど と言った121度と20分だったら足したら141ですよねだいたい140ぐらいになりますよっていうのが1個の目安になりますよかったら参考にしてくださいで、えー、最後ですねここの範囲でまあこんな言葉も出てますよっていうので 2つぐらいしといてほしいなっていうのはですね丸 ① 番クリーンニードルテクニックこれはですね学校でされているところもあれば、えー、っとされてないところもあると思いますいろんなやり方ありますのでねそれはいいとは思うんですけどもクリーンニードルテクニックっていうのは身体に触れずに無菌的に侵入する主義のことをクリーンニードルテクニックっていう風に言います、えー、どんな風に国家試験出たのっていうのは仮施術における感染症対策として最も有効なものは何ですか クリーンニードルテクニックは有効ですね。っていうので出ています。はい。で、丸2番、ベースン法。これはですね、まあ、名前は知っといてもらったらいいかなっていうふうに思います。 これは何なのっていうのは、入れ物に消毒液とかを入れておいて、そこに手をつけるっていうやり方なんですよね。で、その手をつけてっていうのをやるんはいいんですけども、えー、何人もそこに使うので、使った人同士の感染、これ交差感染って言いますけど、これを起こす危険性があるので、現在は使用されていません。ただ、じゃあなんで載せたのっていうのは、ベースン法っていう言葉で出たことありますので、これはね、言葉だけでもせめて知っておいてください。 はいということで、えー、今日の範囲に関しては、まず前提として、洗浄、消毒、滅菌という違いを知りましょうっていうですね。で、えー、施術者の手指消毒に関しては、洗浄してから消毒しますよ。患者さんの皮膚消毒に関しては、消毒しますよ。針の消毒に関しては、これは滅菌しますよ。っていうので、お伝えしました。まあですね、ここの感染症対策に関しては、針球理論はそこまで難しくないかなというふうに思います。 衛生学のところの方が難しいので、例えば物理的消毒法。今回はですね、オートクレーブの話をしましたけども、衛生学だったら煮沸消毒とかですね、日光消毒とか、そんなんも出てきたりします。あとは化学消毒として、今回はね、エタノールの話しかしてませんけども、ポピーオンー土とかですね、いろんなものが出てくるのが衛生学になります。これはですね、以前動画でやってますので、よかったらですね、そちらの方も見ていただければというふうに思います。はい、ということで、今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。また別の動画で お会いしましょうバイバイ